さあ今回はリスリスコリスの歌を歌いたいと思います。夏の童謡コーラス曲集68ページを開けてください。さあ歌ってみましょう。ですね、優しい歌です。ご存じない方もすぐに覚えられますよ。安心してくださいね。まず最初のリスリスコリス、文字を読むだけだったらこのように歌うんですが、少しねこのリズムのこう大切さをここでお伝えしたいと思いますね。リスリスコリス、この3つのリズムをちょっと集中しましょうか。リスリスコリス、ここをねピタッと揃えたいんですよ。もうあとは揃わんでもよろしいです。じゃあ前半を私が歌っていますから、コリスチョロチョロコリス、このコリスだけ皆さん担当していただけますか。コリス担当部長と呼びますからね。リスリスコリスチョロチョロコリス、そうですね、皆さんのねコリスは確かにコリスなんですけど、なんか面白さがないんですよね。ちょっと楽譜を下に置いていただいて、何でもいいんですよ。3つのリズムですから3つの動き、コリスでもいいですわ。なんかコリス何でも結構なんですよ。ちょっとこう3つのリアクションしてください。それコリスバラバラですね。おてんばお嬢になりましょうよ。きっと皆様もう本当のいいとこの奥様でございますからして、もう恥ずかしいでございますわっていうことがあるかも分かりませんが、ここは少年少女の集まりです。少年少女の皆さん、はい、いい加減なもんでございます。リスリスコリスチョロチョロコリス、ここを大事にするんですよ。じゃあリスリスコリス最初から歌ってみますよ。それリスリスコリス、もっともっと変化が欲しい。それだったらもうリスもコリスも全部同じ具合です、調子です。リスリスコリス、こんな風に。それリスリスコリス、あ、いいよいいよ今の。いや奥さん、特に奥さんが一番良かった。あ、隣の奥さん、あなたのことと違うよ。ついつい自分が褒められると思うからね。冗談やで、みんな良かった、みんな良かったけどもね、ちょっとねこう声のバランスを確かめてみましょうかね。こちらの皆様、こちらの皆様、そうですね、ステージでいうとこう上手側ですからね、上手と呼びますね。上手な皆さん、リスリスからそれリスリスコリス、そんな感じそんな感じ、いい感じですね。じゃあ今度はこの下手、下手、読み替えると下手、下手の皆様、下手の、ごめんなさいね、下手なんて言うとあかんわね。僕が言ってるのは下の下手じゃないですよ。大丈夫、きゅうりの下手の方に。どっちも下手やあかんやわ。失礼やわね、ごめんなさい奥さん。ナスみたいな顔の奥さんにこんなこと言うと思った。違う違う、そんなこと言うとあきませんよ。リスリスコリス、ご一緒にそれリスリスコリス。あー、でもそんな感じそんな感じ。とってもいい、とってもいいけど何が足りない。大事なのが表情、あなたの可愛らしさが出てない、出し切れてない。もっと出し切ってちょうだい。あなたのもう本当に隠されてる、もう全く可愛いところがこれっぽっちも。どう言えばいいんですか。ね、結局真面目に歌うんですよ。リスリスコリス、これじゃちょっと寂しいのよね。せめてじゃあこのリスは大人な表現でいいですが、コリスちょっとこう少女になると、うふうって奥さん。リスリスコリス、そうそうそう、チョロチョロコリス、かわいいな、コリスみたい、ね、大きなコリスや。このチョロチョロは本当は擬音擬態語でこう、もっと遊べるとこなんですけど、あえてここではこのチョロチョロの方をもっとこう歌いましょうよ。チョロ
チョロ綺麗に歌って、コリス、せーの、チョロチョロコリス。あのね、コリスを可愛くするためにこのチョロをもっとこう滑らかに、コリスは短く切るので、スタッカート、レガートとスタッカートなんですよ。あのチョロチョロコリス、あのね、声は見えませんが、見えなければ形で表現してみましょうかね。身体で表現。チョロはこう、こう、わかりますね。優雅に優雅に。チョロ、チョロ、コ、リ、ス。そんな感じで言ってください。それ。チョロ、チョロ、コ、リ、ね、ス。できてます、できてます。確かに奥さん、顔がそんな風にできてる。同じ。チョーロ。僕もそんな顔できひんよ。チョロチョロココリス、こう来たりですね。それチョロチョロコリス。ああ、よくなってきてきて、これね、ゆっくりやったらできるんよね。テンポに合わせると難しいですね。最初からそれリスチョロ、どこから歌うんですか。チョロやリスや、はじめからどうぞ。それリスリスコリス、チョロチョロコリス。そうそう、バンズの実が赤いぞ、食べ食べコリス。はい、もう言わなくてもお分かりですよね。食べ食べコリス、ここのポンポンポンのリズム、食べ食べコリス、ここが大事ですよね。じゃあ、アンズの実が赤いぞっていうのはね、少しこう、なんていうのかな、気持ちを貯めてるっていうんでしょうかね。あのアンズの誰かな誰かな、何かな何かなっていう、こう少しこう緊張感を高めるように、少し気持ちもこう抑えてみましょうか。それあ、気持ちが抑えるからということで、表情までこう抑え込まないで、いいですか。表情は抑えないで、表情は上げます。いいですか。顔上げてくださいよ、奥さん。下がってるものは全部上げてください。ではいきますよ。アンズのそれ、そうですよね、アンズの実が赤いぞっていう、この美味しさを表してるんだから、ちょっともう少し喜ぶというか、嬉しさというか、赤いぞ、どうぞ、赤いぞ、赤いぞ。そうそうそう、なんか面白い楽しいこと思い出すよ皆さん。そうでしょ、帰ったらお父さんが待ってる。あ、何今の、今の妙な妙な間は。赤いぞ、それ赤いぞ、食べ食べコリス。そうですね、2番はリスリスコリスチョリチョロコリス、山椒のつゆが青いぞ、飲め飲めコリス。楽しいですね。3番は、3番はリスリスコリスチョロチョロコリス、ブドウの花が白いぞ、ゆれゆれコリス。いいですよね。こうどうでしょうかっていうのは、1番があって2番があって3番があって続いていくので楽しいですよね。